こんにちは、獣医師の内村です。今回の動画はワンちゃんの子宮蓄膿症の手術後ですね、手術後に気をつけることとはといったタイトルでお伝えしたいと思います。まあね、子宮蓄膿症の、子宮蓄膿症の手術をするとですね、大体こんな感じでこうお腹のところで切ってね、ここで縫ってる状態なんですけどね。手術の流れとしてはですね、まずその手術前っていうのは、その点滴したりとか、その抗生物質の注射したりとかしてですね、それでその手術で感染したりとかね、血圧、そういうのを防いだりとか、あとはね、子宮って言ってもですね、その子宮蓄膿症ってもう膿が溜まってる状態だと、普通の子宮が例えばこうやって枝分かれしてるんですけど、これがもう子宮蓄膿症になるともうこんな感じになってるんですね。こんな感じですね、もうこう溜まってるんですね。大体こういうこともありますけど、ここまでってこともあると思いますけど、結構溜まってる状態なんですね。でもここ膣の部分ですけど、膣の部分までこう海が溢れてることもあるんで、溜まってるという感じですね。でこういったのを取るので、一気にお腹の中からですね、この膨らみ分なくなるので、結構それだけ分一気にこうね、なくなると血圧がね、下がったりとか、もろもろすることもあるので、点滴したりとかしてね、血圧を維持したりとか、別の動画でね、解説してますけど、その血液量が増えるとですね、血圧っていうのはですね、その血液量が増えると血圧って上がるようになってるんですよね。なので、その点滴すると血管の中にね、液体が入るんで血液量が上がるんですよね。だから血圧が上がりやすいですね。もちろんおしっことして出れば血液量がね、ちょうどいい感じで収まるので血圧は維持しようとするんですけども、一気にこうね、点滴をこう体に負担のないように入れることで、血圧をね、ある程度維持できるよっていうことなんで、点滴もしたりもします。で、手術はですね、大体1時間ぐらいで、大体1時間ぐらい、早かったら30分とかで終わったりしますし、ただその重たいような状態、腹膜炎を起こしてるとか、そういうのだったらお腹を洗ったりとかするかもしれないんで、大体その1時間ぐらい見といた方がいいかなって思います。もうちょっとかかるかもしれないですし、で、大量にね、膿の溜まった子宮と卵巣を摘出すると。で、別動画でね、解説してるんですけど、子宮蓄膿症の原因ってね、ホルモン、女性ホルモンがね、関係してるんで、その女性ホルモンをね、に関わっているような卵巣なんかもですね、同時に摘出しますと。で、手術後はですね、大体、平均すると4日前後ぐらいで退院することが多いかなって感じですけど、ただその、これも別動画でね、解説してますけども、腹膜炎を起こしたりとかね、敗血症を起こすケースもありますんで、子宮蓄膿症になるとね、そういった場合だったらやっぱりもっと入院期間は長くなる可能性もありますし、あとね、腎不全になったりすることもあるので、その辺でこう、ね、入院期間が長くなることもあるよと。で、もちろん入院中に亡くなる可能性もあるわけなんですけど、そういった重い状態だと特にね、でも大体手術後大体1、2週間で大体抜歯するし、大体4日前後で退院するしみたいな感じなんで、退院した時はまだね、糸がついてる状態なんで、この辺のね、注意もした方がいいかなっていうところですね。で、気をつけることですね。退院した後自宅に戻ってきてね、気をつけることって何かっていうと、まず食欲があるかな、元気はあるかなってことはね、見てもらった方がいいですね。全く結構ね、お腹が痛くて、そのお腹切られてるわけなんでね、お腹がね、痛くてその食べない子もいるんですよね。あとはやっぱり手術でだいぶ体が弱ってても元気が全然ないっていうこともあります。ないならね、やっぱりその心配だと思うんで、一回動物病院に電話して相談した方がいいですね。手術をした動物病院に聞いてもらった方がいいですね。どんな感じかっていうね、そのままでいいのか、LINE した方が、受診した方がいいのかね、聞いてもらった方がいいと思います。で、あとは、処方してもらったね、お薬は飲ませてくださいと。
で痛み、例えば痛み止めですね、要はさっきも言った黒いようですけど、お腹切ってますんで痛いかもしれないですからね、痛み止めの。あとはお腹をね、の中にある子宮と卵巣を取ってるんで、その痛みがあるかもしれないんで、まあ、あの痛み止めのお薬であったり、あとはやっぱりね、あの産みをね取ってる手術なんで、子宮の産みをね、子宮も取ってるんで、やっぱりその産みがね、お腹の中に多少なりとも漏れたりとかしてるかもしれませんし、まあお腹も切ってますから抗生物質を処方してもらってることもあるでしょうし、そういったお薬をね、ちゃんと出されたお薬はちゃんと飲ませてくださいと。あとはあの傷口を舐めてないか確認した方がいいですね。あと出血してないかなと。このね、傷口ですね、ここで傷が入ってて、これあんまり舐められるとですね、あの糸とかね、ワイヤーで塗ってるんですけど、糸とかね、あとは金属のワイヤーですね、で塗ってるんですけど、まあ、動物病院によってはステープラーっていって、お腹ホチキスみたいなんで止めてるところもあるかもしれないんですけど、もろもろ動物病院によってね、あとは見えないように塗ってるとか、溶ける糸で塗ってて抜歯のもういらないってところもあったりとか、もろもろあると思うんで、まあ、あのただこう傷口はやっぱり舐められるのもやっぱりね、やっぱり手術をした獣医さんにとっては心配事なんで、やっぱり最悪ね、糸が取れてしまってお腹が開いちゃうって、特に術後すぐであれば、あの傷口が開いちゃうということもあるかもしれないんで、まあ、心配なんで傷口舐めてないかを確認すると。あと化膿してしまうリスクもありますからね、こう傷口舐めてるとね。だからその辺産むとですね、大体こう黄色っぽかったりとか、なんか茶色っぽいというか、なんか緑っぽいというかね、そういったなんか、ね、こうガーゼとかで拭いてみると、そういったものが取れるようであれば、そういう可能してるかもしれないんで、まあ、動物病院を受診すると。あと傷口はまあひたすら舐めてるようであればですね、エリザベスカラーをつけた方がいいかなと思います。ただエリザベスカラーつけると結構ストレスで食欲なくなっちゃうワンちゃんとかもいるんで、元気なくなったりとか、やっぱり食べないとね、あの傷口も良くならないので、あの食欲との兼ね合いもありますけども、あんまり舐めるようだったらエリザベスカラー、ね、動物病院で出してもらうとかね。で、まあおすすめはですね、こういう透明タイプでね、こうワンちゃんが、ワンちゃん、僕らがワンちゃんを顔、ワンちゃんの顔見れるタイプと、こうやって全く見れないタイプがあるんですけど、こっちの方がいいですね、透明な方がね。ワンちゃんもやっぱりこう、例えば真下にこうドッグフードがあってもですね、これこっちのタイプだと見れない、見えないんですよね。だから食べづらい。こっちだとこうね、見えるんで結構食べやすいかなと思うのと、あとこれつけてる場合はですね、そのドッグードのこう、食器がね、あった時に下になんかこう、段を、なんかこうね、台を置いてですね、こうワンちゃんの、だいたいこう、こんな感じ、この辺のこんな感じでエリザベスカラーつけてるワンちゃんがいたら、これぐらいの高さぐらいかな、もうちょっと低くでもいいかな。まあこんな感じです。こうやって台をね、こうやって置いて、台を置いてね、ここにフードが、こうね、あるような感じ。こうすると、ちょっと食べやすいので、ちょっと高さをね、高くしてあげた方がいいですね。で、これが結構コツかなと思いますね。こうやって高くしておいたら食べやすいんで、逆に低いとね、食べれなかったりするんですね。こういうぐらいの低い位置にあると、フードがあると、食べれない、単純に食べたいけど食べれないだけで食欲ないってなっちゃうこともあるんで、でこんだけ低いと食べれないかもしれないんですね。食べれないかも。だから高くするってことです。こうやってね。だからこう高くするんです。こうやってね。ここにフードがあるようにすれば、ワンちゃんは食べれるかもしれない。こう高さは調節してください。そのワンちゃんによってね、高さ、どれぐらいが高さが食べやすいかね、違うんで。だから、まあ、エリザベスカラーつけたときは、こういうね、高さなんか注意した方がいいですね。あと、その他ですね、まあ、獣医さんの指示を守ってくださいと。なんか言われてることあったら、それ守ってくださいってことですね。傷口を消毒してくださいって言われてるんだったら、消毒薬ももらってると思うんで、まあ、それで消毒するとかね。あとはまあ退院後、他にもですね、その海のような、ね、織物が陰部から出ることが
まあ、結構あります。大抵大体手術終わってから1週間ぐらいで消えるんですけども、もし2週間とかね1ヶ月ぐらい続くようだったら、もしかしたら子宮の断端って言ってね、まあ、切れ端のことですけど部分が炎症を起こして産んじゃってることもあります。膣炎とかね起こしてる可能性もあったりしますからね、まあ、心配だったらね獣医さんのね診察を受けた方がいいと思いますね。大体まあエコーの検査でね判断がつくことがね多いので、こう産んでるとかねその辺はね、まあ、最後子宮蓄膿症っていうのはね手術がですね、その手術の成功とかね失敗っていうか失敗ってことはないですけど、手術がうまくいってやっぱり元気になれるかどうかをね、早期発見であればあるほどいいですね。早期発見であればあるほどやっぱり手術でうまくいく可能性は高くなります。逆に高齢とかね15、16歳とかね、あと腹膜炎とかね敗血症とか起こしてるケースだと、まあ、回復に時間かかったりとか手術中とか手術後に命を落とす、まあ、確率も高くなってくるんで、大体まあ別動画でねこれも解説してますけど、ヒートがねこう発情出血みたいなのが終わって2ヶ月ぐらい経ってくると退院多尿みたいな症状があるようであれば、これ子宮蓄膿症の可能性が高いので、すぐ動物病院に連れて行きましょうと。子宮蓄膿症についてはですね、別動画でもいろいろ解説してるのがたくさん作ってるんで、まあ、概要欄にねリンク貼っておきますんで、そっちも見てもらえたら嬉しいですということでした。以上、この動画参考になったよって方はね、いいねボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは失礼します。